ハンニバリアヌスのホリス・フラウィウス・ハンニバリアヌスは、ローマ帝国のポントゥス王である。ハンニバリアヌスは、コンスタンティウス一世の息子フラウィウス・ダルマティウスの息子であり、また、ハンニバリアヌスには、父と同じ名の兄がいる。妻はいとこのコンスタンティナである。ダルマティウス・ハンニバリアヌス兄弟は、おじコンスタンティヌス一世によって、ケンソルに任じられ、後に、彼らは二人して、 皇位の地位に昇格し、ダルマティウスは、伏帝とされ、ハンニバリアヌスは、ノビリッシムスという称号を受けた。それと同時に、ハンニバリアヌスには、支配領土として、返されシ、ポントゥス、カッパドキア、小アルメニアが割り当てられた。しかし、コンスタンティヌスが死んだ337年、ハンニバリアヌスは兄及び父フラウィウス・ダルマティウス、ユリウス・コンスタンティウスといった皇族や、 アブラウィウスなど、宮廷の実力者たちと共に、帝神たちの陰謀で殺された。イギリスの古典主義者、アラン・ダグラス・エドワード・キャメロンは、オーフィタス・アンカンシュタンティアス、エーノートド・ン・ロマン・ゴールド・グラッシーズ、イン・ジャーナル・オブ・ロマン・アーキオロジーの中で、4世紀の、ローマ帝国の政治家の一人、メンミウス・ウィートラシウス・オルフィトス・ホノリウスの、妻・コンスタンティアは、ハンニバリアヌスとコンスタンティナの娘であると、 推測している。オルフィトゥサホノリウスとコンスタンティナとの間には、娘が二人おり、カズとは、名前が不明だが、385年に、エトルリアに住んでいたことが判明している。もう一人は、ルスティキアナという女性で、391年の、失政官クイントゥス・アウレリウス・シュンマックス・エウセビウスと結婚、一男一女を設けた。ガル、ラは、 小ニコマックス・フラウィアヌスと共にエウネニウス側として戦い、父は敗北の数日後に自殺したが、小ニコマックス・フラウィアヌスは生き残ったと結婚している。ガッラの兄弟クイントス・ファビウス・メンミウス・シュンマックスは、第ニコマックス・フラウィアヌスの孫娘と結婚、おそらく446年の失政官、クイントス・アウレリウス・シュンマックスは息子である。クイントス・アウレリウス・シュンマックスの息子が、 東強盗王国の建国者、テオドリック大王に仕え、最終的には処刑されたクイントス・アウレリウス・メンミウス、シュンマクスである。このシュンマクスには3人の娘、プロバがおり、ルスティキアナと結婚したのが、幼くして、孤児となり、シュンマクスに養育されたアニキウス・マンリウス・トルクアトゥス、セヴェリヌス・ボエティウスである。ボエティウスは妻ルスティキアナとの間に、フラウィウス・シンマクス、 フラウィウス・ボエティウスを設けた。下の息子、フラウィウス・ボエティウスには二男一女、エウセビアおり、この三人は、ボエティウス直系の孫である。この三人の中で、エウセビアは5世紀にアエギュプトゥスの貴族で起源が良く、分かっていないアピオや、プロインキア・テバイドの貴族で、ローマ将校、フラウィウス・ストラテギウスの一族に属していると考えられてきたが、現在この理論は考慮されていない。 アピオ家の子孫で確実視されているのは5世紀のストラテギウス一世とその娘、イシス、イシスの夫アピオ一世、アピオ一世の父フラウィアヌスの4人とされる。イシスとアピオ一世の子孫でアピオ家が形成されたと考えられるの、男性アピオに嫁ぎ、ストラテギウスを設けた。ボエティウスの彦である。このエウセビアの夫と夫の兄弟。 ムスコストラテギウスまでの系譜を含むアピオケの活動記録が626年8月までは見られるが、そこで記録が突如途絶えている。キャメロンの推測が事実であれば、ハンニバリアヌスの血筋は7世紀初めまで存続したことになる。ありがとうございます。